松井敦子は神奈川県横浜市港南区出身の元プロ野球選手、宇藤左田。現役時代は東京ヤクルトスワローズに所属していた。横浜商大高時代は田沢淳一の一年後輩で甲子園出場経験はなし、高校通算46本塁打を記録。高校卒業後は日本大学国際関係学部に進学。 静岡学生野球リーグでは2年春に打率。489で、首位打者、ベストナイン、最優秀選手。続く、東海地区リーグでも2試合連続本塁打を放ち、関東賞、ベストナインに輝く。これが評価され、日米大学野球の代表候補になった。大学通算5本塁打。また50メートル6秒0の瞬速で、大学通算28等類。 守備でも遠投110メートルの強権を持つ。2009年10月29日、プロ野球ドラフト会議で東京ヤクルトスワローズから5位指名を受けた。静岡学生野球リーグからは初の指名となる。また、同期の麻生内氏もヤクルトに育成2位で指名された。11月24日に契約金3500万円、年俸800万円で仮契約した。 背番号57。2011年6月14日、埼玉西部ライオンズ戦で一軍初出場を果たす。3回裏に代打で登場したが、三振に終わった。2012年5月31日に一軍昇格。6月6日の対オリックス戦で2安打を放つと10日の対埼玉西部戦で、牧田和久からプロ初本塁打。 13日のタイ東北楽天ゴールデンイーグルス戦では田中正宏から本塁打を放つなど交流戦で活躍異色の経歴もあって各メディアで取り上げられるが守備面での不安と打撃不振により8月13日に登録抹消最小格後の8月30日のタイ広島東洋カープ戦で今村武から同点本塁打を放つが 翌8月31日の打撃練習中に痛みを訴え、その後の検査で左手親指の人体を負傷していることが判明し、登録抹消。1軍で46試合に出場し、打率287、28本類打後15打点の活躍だった。2013年は前年からの期待もあり開幕スタメンに名を連ねたが、結果が残せず投手補充のために軍落ちとなる。 その後肉離れで一時離脱し、復帰後は2軍での調整が続いていたが、22試合97打席で12個というハイペースで支給を受け、6月に左尺骨骨折が発覚。9月25日に1軍に復帰したが、本類打や打点は例に終わった。2016年10月1日、戦力外通告を受け現役引退を表明した。12月2日、自由契約公示された。 ベースボールチャレンジリーグの死が、ユナイテッドベースボールクラブからコーチの誘いがあったが、野球とは別の道を選択し、外資系の保険会社である、ジブラルタ生命保険に就職した。ただし、野球とも関わっていきたい意向を示しており、引退後に、学生野球資格回復制度の研修も受講している。 就職後も時間を見つけては、神宮球場でヤクルト戦を観戦しているといい、2019年1月には、かつての自主トレ仲間であった山田哲人や川端慎吾、荒木隆弘らの合同自主トレに、手伝いとして参加したことが、日韓スポーツの番記者コラムで取り上げられた。趣味、特技は、カードマジック。入団3年目の2012年に短期間ながら、活躍したが、 これは、当時に軍工地の淡口賢治と共に、打撃フォームの改造に取り組んだことが功を奏したものである。ありがとうございます。